経営企画って何だと思いますか経営企画って欧米にない、はい、え欧米にないんですか日本特有の部門でして、はい 経営企画のイメージをちょっと今日お会いする前に何人かに聞いたら何も生み出してないでアイデアばっかり出してる人っていうイメージがあったんですいやちょっと手厳しいちょっと偏見かもしれないですけど実際どう思いますか何をやってるんですか経営企画ってこのデータってどうなってるのって聞かれたらあのすぐに答えられないこれはもうエクセル地獄みたいな話です,、ねうん、いすごくわかります予実管理について聞きたいんですよね。ななぜ重要なのかで。企業って基本何もしないと目隠しマラソンになるんですよいやほとんどそうだと思いますよ高頻度な経営 うん、改善ていうのをやっていくという,なていうふうには思ってよ,よく日本では中継中期経営計画とかあるじゃないですか、うん、あれって意味あるんですかね中期経営計画ははいピボットの竹下ですえ注目のゲストをお呼びしてえキャリア事業内容ビジョンを深掘りするアンドトーク始まります、えー、今日はですねログラスの提供でお送りしてテーマは、えー、経営企画をアップデート予実管理が経営の解像度を上げるというテーマです あの、経営企画という言葉を聞くとですね、いろんなイメージあると思うんですよね。もうエクセル地獄とか、中期経営計画とか、もう大変だよみたいなイメージもあると思うんですが、実は深掘りしていくと、ここに経営の本質がありますし、あとアメリカと日本では、大きな違いがあるみたいなんですね。で、この違いから、日本の今後の経営管理、経営企画のあり方、すごく大きなヒントを得られると思いますので、その辺も探っていきたいと思います。で、ぜひ今日は、経営者の方と、 あと、経営企画の部署にいる方、この二通りの方に見てほしいなと思いますので、えー、早速ゲストをお呼びしたいと思います。はい、本日のゲストをご紹介します。ログラス CEO の深川智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。と深川さんの会社、このログラスっていうすごい、まあ全ビジネスパーソンが悩んでるこの予実管理というか、もう経営管理の中枢中の中枢を まあ、IT で解決しちゃうシステムなんですよね。これすごいですね。ああ、そうですね。はい、まあ、私たちとしては、あの、日本中の企業、うん、まあ、特に、その、もう、売上がもう10億、20億、100億、1000億ってある会社様に向けて、 まあ各事業の管理であったりとか、毎年、毎月やっているような予算とか見込みの収集をこう解決して、経営分析を支援していくっていう、そんなクラウドサービスを作っています。いや、これみんな悩んでると、まあ本当すごい大企業さんこれ導入、スタートアップを含め導入してるんですけど予実管理とか、えーうん、あと中期経営計画とか結構大変じゃないですか。経営企画って何だと思いますかいや、はい、もうこれ実は経営企画って欧米にない。はい、え、欧米にないんですか<な>い <laughs> 日<本>はい。 特有の、やっぱり、その部門でして、はい。はいはい まあ、言い方あれですけど、社長の匿名案件から、はい、まあ、まさにこの予実管理ですとか、はい、まあ、あとは、M、M&A ですとか、本当に何でもやっていくっていう仕事に、まあ、ガラポース的で発展していった仕事で、アメリカにはないですと、はい。アメリカ人なんて説明してますかいや、もう、説明できないんですよね。なんか FP、FP&A って、あの、ファイナンシャルプランニングアドナリシスっていう仕事と、まあ、いわゆる財務、なんかファイナンスの仕事と、まあ、いろいろな仕事が組み合わさった、まあ、コーポレートの何かをやってる部門ですみたいな。はい <laughs> コーポレートプランニングルームオフィスオフィスみたいな何のこっちゃわかんないですね。いもう説明すごい苦労しますよね。そっか。じゃあちょっとまあそういう日本特有のまあ部署であるがゆえの多分課題とかあると思うので、今日はちょっとその辺を聞いていきたいと思いますね。ぜひよろしくお願いします。で三つちょっとあのパートに分けたいんですけど、一つはまさに今おっしゃった日本と欧米の違い経営企画とはなんぞやということを聞きます。で二つ目はまあその中でもやっぱり予実管理がみんな悩んでるので。 うん、まあなぜ重要なのかどこにペインというかボトルネックがあるのかというのを本当にプロなので分析していただきたいと。で3つ目はまあこのまさに御社のサービスを使ってまあデータ経営を使うと経営企画室っていうまあちょっと日本特有のユニークな部署の悩みも実は解決できるんじゃないかっていう話で見てる人が「あそうか、うん、こうやればいいんだ」っていうふうな番組していきたいと思うのでよろしくお願いします。まままますまず1つ目なんんですけど、うん、まあまさに経営企画室、まあ,あんまり 欧米にはないよみたいな話なんですけど、うん、日本とアメリカこの経営管理組織の違いっていうのをちょっと図も用意したので、はい、解説してい,ただいてもいいですかねそうですね、うん、まずあのこの日本企業っていう左側見ていただくと、はい、これあの皆さんもイメージ湧くと思うんですけど、まあ、まず製造業が非常に強い、うん、国じゃないですかい<ー>まあ、未だにですねあの製造業が全体の5割近くをやはり日本は占めている、まあ、ゆえに現場に任せる、うん、真面目に働くなるほど まあ、よく働くという、はい、こう、事業部門が強いっていうところもありますし、まあ、あと、高度成長期にですね、これ二つ目のポチなんですけれども、まあ、日本的雇用、まあ、つまり会社がキャリアを決めるであったりとか、うん、ジェネラリスト的に、まあ、こう、新卒一括採用をして、それでこう長期に雇用していく。で、こう、すぐに人に辞めてもらうっていうことは基本的には想定してないというところが一つありますと。はい ちょっと小さく下に書いてるんですけれども、まあこれによって、あの事業部門に所属してその部門のやり方を学んだり、老定が少ないっていうこともあるので、まあいろんな、こう、業務をこう多様にやっていくっていうのが、まず当たり前。うん、これはこの経営企画に限らずですね。はい。 で、片や右側行っていただくと欧米なんですけれども、まずもう本社が、あの、いろいろ決めていく。あ<ー>で、これあの、私が新卒の時にすごい印象的だったのが、あの、まあ、日本って普通に新卒一括採用ですけれども、外資の製薬系のメーカーさんの採用で、あの、ファイナンスの採用は、ファイナンスコントローラーであるということをおっしゃっていて、日本で絶対言わないんですよ、これ。あ ファイナンスがコントローラー握ってるなんてもうとてもじゃないけど、ありえないで、ね。こういうことをやっぱり米国の企業は言っていて、まあ、数個人のキャリアもですね、かなりあの、自分たちで作っていける。で、これは具体的にやっぱり大学院とか大学でこう、ファイナンスの専門を学んで、F、F&A、ファイナンシャルプランニングっていうところに入っていくということで、やはり日本はこう、性質上どうしてもジェネラリストであり、そういう人たちが後から学んで経営企画とか、ま、ファイナンスをやっていく。うん たや、は欧米というのは、まあ、もう本社が決めていく仕事であり、なおかつ、その本社がコントローラーを握っている、そこに対して専門性を持ってキャリアを作っていく FP&A という人たちがいるっていう大きな違いがありますよ。なるほど。いや、面白いですね。はい、いや、でもこれすごいわかるの。私も前職外資系だったんですけど、一回アメリカの CEO を連れて日本の企業を回ったことあるんですけど、はい、なんで社内にシンクタンクみたいなのがあるんだって言ってて、はい、多分、経営企画室のことを言っていてはいはい、はい。そうでしょうね、多分。CEO が決める、どっちが。うん ブレーンななのみたいい、うん、どう思いますかそそれはそれはででいいいことじゃないですか,なんか現場からすくい上げるみたいな、うん、あこれはほんとに良しあしあるなと思っていて、はい、でやっぱり日本ってこう長くキャリアアップしていく、はい、でそんなにすぐにこう人、まあ、最近流行りのレイオフみたいなことになってしまってますけどそういうことがあんまりない、うん、やっぱり企業体なので、はい、そういう企業体にはやっぱりこの日本式っていうのはすごくマッチしてるなと思っているので、はい、やっぱり文化に沿ってちゃんと進化してきてるなっていう感覚はありますよね。まあ、言いいいい悪っていうのののはこの違いをまず認識するのが大事 ね、そうですね、わ、うん、かりました。で、ちょっと次のスライドをいかせていただくんですけれども、はい、これがあの組織図をこれ、書いてるものになってまして、はい、で左が日本、右が欧米、はいまあ、特に米国なんですけれども、うん、まず日本ですね、まあ、最近、CFO っていう役職会社も非常に増えてきていて、はい、これも一昔前はあの財務本部長とか、確かになんか昔は c a o なかった。最最近近増増ええましたて、ね、ててきていて、えー で、そこにあの財務部門であったりとか、こう係数系の部門が紐づいてますよ、うん、と。一方でこう、米国の企業になってくると、CFO の参加に、こう、各事業部門に FP&A というのを置いてる。なるほど。はい。で、これが、まあ日本で言うと事業企画に近い概念なんですけれども、はい、あくまで FP&A は CFO のコントロール下にある各部門の、まあ、数値統制部門ですよ。はい。という立て付けなので、はい、この,あの組織図一つ取っても全然日本と、 この図を見ると CFO まだ財務本部長っぽさが残ってますね。あそ,うそうなんですよね。なんでここ左側にあるじゃないですか。そうなんですよ。はい、左側にある。はい、でこれが、まあやっぱりこう日本がこれから変わっていく可能性のあるポイントかなというふうには。 思うんですけれども、はい、当然この右の FPR でこれだけ置こうとすると、うん、やっぱりそれなりに数多くのですね、専門家が必要で、まあ、今の日本の教育の、こう、高等教育の体制とか考えると、まあ、しばらくはこの左の日本体制っていうのは続いていくんじゃないかなとは思いますけれども、うん、そうですね。いきなり欧米型には慣れないというか人がいないし、なれない専門教育もそんなに整ってないじゃないですか。うん、あそうですね。うん、なんで基本的にはまあこの流れが続いていくのかなという印象いや、勉強になりますね。はい。全然違います,、ね、ますね。全然違いますね。はい じゃあ FP&A ってそもそも何なのって、はい、話を少しだけさせていただこうかなと思ってまして、はいで、まずファイナンシャルプランニングっていうところなんで、まず会社全社の経営戦略に紐づけて、財務戦略を紐づけていく、で各部門の KPI ですね。売上に紐づく一社あたりの単価どうするとか、うん、マーケティングのこうリードの数どうしていくとかっていうのを紐づけていきますと。これが A ですね。 で、B というのが、業績目標達成支援っていうことで、これがあの、日本の経営企画がまだまだこう、これからだよねっていうポイントだと思ってるんですけど、当然計画を立てて終わりじゃないので、はい、毎月毎週、今、こう、立てた計画に対して KPI がどれぐらい進捗してっているのか、っていうところを見ていって、事業計画を短期の実行目標に落としていく。なるほど。 これが非常に重要になってくるので、うん、まあここがあのまさに経営企画と F&A の少しこう差分になっているポイントなのかなというふうに思います。よく日本では中継、中期経営企画とかあるじゃないですか。うん、あれって意味あるんですかねいや、これは賛否両論あるんで、<laughs> はい、ちょっと、まあ、私のちょっとスタンス取らせていただくと、<laughs> 中期経営企画はなくてもいいかなと。はい うん、でこれもあの日本企業特有のものだと思っていて5か年とか10か年どこを目指したいのかっていう大きな大目標、はい、まあ例えば、えー、じゃあ10年後に売上1兆円を目指しますよっていうこういう目指しはあっていいと思うんですけれどもじゃ5か年の中継をめちゃめちゃ細かく作り込んだところでこれだけ市場が動いてるのでどうしても前提条件が変わっていってしまう。はい っていう中においてで言うと、まあ私としては中継はちょっとやりすぎなものかなぁと思っていて、どちらかというと、やはりあの単年度の計画と四半期ごとのローリング、フォーキャストってよく言いますけど、ローリングで計画を修正し続けていくっていう、まあ高頻度な経営、うん、改善っていうのをやっていくっていうふうには思ってます、ね。まあ、うん、私も思います。なんか結構、 昔の中継を見るって、ちょっと僕、悪趣味な趣味があるんですけど、なん,なんかあの、チャット GPT を前提しない計画だらけだなと思って、まさかそんなのが出てくると思わなかった時に作られた計画なので、うん、なんか本当に意味あるのかなと思ってたんですよね。うん、5年後なんて誰もわかんないじゃないですか。すね、いや、本当にそうで、はい、やっぱりあらゆるもののサービスとか価値のデリバリー速度が上がってきてる。 ので、まあ、本当にあの、やっぱり5年計画とかを立てて、淡々とやっていけるのって、やっぱり製造業とか、不動産みたいな、こう超、超ロングタームで結果が出るような産業ならいいですけど、もうまさに今のこのサービス業、IT 業とかになってくると、るど,どんどんやっぱりこういう中継の、まあ、こういう実効性とか、存在価値っていうのは薄まってくるので、まあこう、なんていうんでしょう、産業ごとにやっぱりこういう計画の立て方のやり方は変えていくべきなんですけど、 やっぱりこうテスラさんみたいに。そうですね。自動車のように見えてこ。 テックじゃないもう家電メーカーみたいな感じですもんね、そうですまさに、もうサービスといいますか、そのハードウェアにソフトがもう埋め込まれていて、実質、そのハードのアップデートよりもソフトのアップデートが本丸の価値ですというふうになると、IT 企業と変わらないので、やっぱり短いスパンで計画を立てていくってことが、財務上も重要になっていくそっか、そこも日本は昔はそれなりの合理性あったと思うんですけどそこもちょっと変わらないといけないところこれは大きく変わっていくポイントの一つじゃないかなと思いますね。 最後 C ですね、<A> まあ意思決定の質を高めましょうということで、うん、まあ単にその計画の策定と、はい、まあ実行の支援をするだけではなくて、うん、やっぱりこう選択肢を示してあげる、最後、チョイスを示してあげて、うん、あくまで経営の参謀としての FP&A というところなんで、はい、やはりシナリオを出してあげて、うん、で事業を理解して、事業責任者が最後、決めるところを支援してあげる。うん まあこれがあの本当に FP&A に求められていることだし、これは日本の経営企画も変わらないどなというふうに思います、うん、結構、ログラスさんのページとか見たんですけど、やっぱり予実管理にそれこだわってるじゃないですか、はい、ここだことができてないからやっぱり、そこにズレができちゃうんですかね、はい、そうですね、はい、まあやっぱりこう予実をやっていくにしても、はい、なるべく短いスパンで素早く細かく見ていくっていうことで、えーうん、求められるので、まあこういう意味で言うと、まさにその予実っていうところは重要性がすごく高いポイントなのかなというふうに思います。う はい、あとまあちょっと日本の景気核の特徴というかはいそうですね、うん、あのちょっと先ほど申し上げた通りで、はい、じゃあこうさっきの F&A っていうのがこうグローバルのスタンダードだとすると、うん、この日本の景気核っていうのは日本特有の進化を遂げていてでこれはこれであの面白い歴史がありますと、はい、でまず景気画って皆さんなんでこういう部門があるんだろうっていうふうに捉えた時に、うん、あんまり実は歴史について理解してる人多くないんですけど。 あちょっとこれ、私もあの、書籍で読んでいるので、あ,はい、あの、実際のところはどうかっていうのはあるんですけど、はい、まあ戦後、まあ、当時通産省ですね。うん 米国型のコントローラー制度。これがまさにあの、はい、さっき言ったファイナンシャル。なるほど。ファイナンス本社がグリップを握ると。そうです。はい。で、これをやっていくべきなんじゃないかっていうことを、あの、一定こう、何でしょうね。うん、各企業に紹介をしていった時期があったらしいんですけど、はい、ここはあの、経理部門ですね。まあ、当時財務を使揃っている部門の人が、まあ、受け入れることがなく、まあ、測定業務だけを担当し続けるようになったっていう歴史がまずある。あまあ、いわゆる競技の経理だけをやりたいって言ったんですかね。そうですなるほど。で、 だとすると、でも、とはいえ、経営参謀必要だよね、うん、っていうことで、あの、経営企画部門が誕生したというふうに言われています。うん、はい。で、こういう歴史をたどっているので、本社がコントロールしますだからこそ財務を使った武器を持ったコントロール部門ですではなく、まあ、経営の参謀としての成り立ちな。なるほど。はい。なので、あくまで現場が強いんだけれども、経営参謀は必要だよねっていう時代背景から、 まあ、極めて広範なんです、ね、経営企画っていう仕事が爆誕しましたいやー、すごい深いですね、ログラスさん、この戦後の続いてるこの慣習を <laughs>、いい意味で変えようとしてるんですね。まあそうですね、はい、まあ変えなくていいところと変えるべいところがあると思うんですけど、これ、面白いのが、はい、やっぱり日本のその経営企画って、とにかく人数足りないですと。はい、で、イメージは500人とか、はい、いらっしゃる企業さんでも、3人とかで回してるとか。確かに少ないイメージありますね。 とかっってて普通にあってでこれ何なのかって捉えると一つは現場が強いんで、はい、現場にリソースバンバンとられますと、はいうん、いうこととあと先ほど申し上げたこのファイナンス専門家っていうのは非常に数が少ない、はい ですね、新卒で勉強している人なんていないので、はい、そうするとどうしても例えば投資金行でやってきたんでっていう人とかコンサルでこういうファイナンス系の仕事やってますとか他社で景気やったんでっていう経験者しかこの領域取れないっていうふうになっていくのでまあ相対的に人数が減っていって、うん、あらゆる業務をこう幅広くやってくださいっていう話になりやすい。あの,経営企画のイメージをちょっと今日お会いいいいする前に何人人かに聞たたら、はい、行ったことない人はなんかいつも <laughs> 何も生み出してないでアアイイデばっっっか出しててる人いうメージがあたやちょっと手厳しいですね。ちょっと偏見かもしれないですけど実際どう思いますか何をやってるんですか経営企画って。で経営企画業務のですねマッピングをここにしてるんですけれどもまず経営企画って何やってるのって話でいうとこの右側に書いていますと。で私は経営企画の仕事は非常に重要な仕事だと思ってますし生み出してるものたくさんあると思ってまず非常に誇り高い仕事だと思っていて。 まず、あの、やってることは企業価値の拡大っていうものがもう一番究極のミッションだと私は考えています。はい、でそのために二つ分解してるんですけれども、一つが企業価値っていうのは基本、会社を生み出すお金、うん、キャッシュを増やす。はい。っていうことが一つ。で、これは永続的に毎年、長期的に生み出せるにすることと、はい、あとはちょっとワックって書いてるんですけど、うん、これがあの、資金調達コスト、weighted average cost of capital っていうものの略になってまして、はいうん まあファイナンスの世界で言うと、これが低ければ低いほど企業価値が上がる、はい、ということです。うん、まずキャッシュの方で言うと、結局やってる仕事1が、まさに予実管理。なるほど。うん、事業支援。はい、でここはあのまさに予実の管理ですとか、はい、あとは事業支援っていう意味で言うと、各事業部のまあオペレーション支援ですよね。オペレーションを整えてあげて、スムーズに仕事が流れるような支援をしていく。はい、でこれは会社によっては事業企画をやっています、はいで。あとは組織再編とか、 スキル開発みたいな、うん、まあ今人的資本経営と呼ばれ始めているような領域でも一部景気客が活躍するケースがあります。二、はい、つ目が M&A ですね。はい、まあやっぱりこう自社だけでは成長できない。まあ、最近 M&A 非常に増えてますんで、うん、まあこういう事業提携 M&A をまさにこう案件見つけてくるところから実行するところまで景気客がやるというケースもまあまああります。うん、まあこういったあの上二つっていうのがまあ既存の事業におけるキャッシュフロー増加。はい であったりとか M&A によるキャッシュフロー増加っていうところをこう手掛けているのが経営企画の仕事になっていてそれから新規事業みたいなところがあるという感じで今までにないキャッシュフローを生み出すためと、はい、なるほどわかりましたあとはこの枠の引き下げの部分も大事ですよね,すねはい。で、ここに関してはまあ株式会社さんがまあ基本的には皆さんイメージされる会社だと思うんですけど、はい、どんな会社も必ず株主か債権者、はいうん、まあ具体的に言うと株主っていうのはまあいわゆる機関投資家であったりとか、はい、個人の投資家の方ですね、うん で、えー、銀行という、あの、債権者というのは銀行とかになるんですけれども、はい、まあ、特性の違いとしては株主は投資して株価があればリターンが返ってきます。はい、あと配当があれば返ってきますと、うんで。その代わり会社が倒産してもお金返しません。うん、返せませんって人たち。例えば銀行というのは、あの、お金を必ず返さなきゃいけない人たちなので、えー、まあ、相対的には株主の方がたくさんリターンが欲しいよっていう人たちなんで、うん、あの、そういう人たちに向けて IR と。うん となるほど。で経営企画はほとんどの場合は小さい会社だと IR 部門を兼務しているのでまさにここで立てた事業計画であったりとか社内の今の MA の状況を事細かに投資家に説明をして、うんはい、信頼感を高めていくっていうことをやったりしますし当然銀行向けにも、えー、説明を行っていくので銀行借り入れの一部をこういう経営企画とか CA 法がやる、うん、ということですね。 で、加えて、あの、下に予算策定って書いてます。で、IR はこっちに入れてしまってるんですけれども、予算策定毎年1回やりますと。はい。で、加えて、その1回作った単年度予算に対して、毎月今どういう,こう数値状況になってるのかというのを、え、更新していく見込み更新っていう作業がありまして、ここは基本的には経営企画が行って、 いましてでそれに基づく IR、うん、あるいは ESG とか人的損壊事っていうことをこうカバーしているので、うん、まあこれ以外にもたくさんの仕事をやってる会社さんが経営企画さんいっぱいあるんですけれども、うん、まあこれだけ見てもすごい幅広い業務をやっていて、まあ、こうやって紐付づけるとすごい価値あることるはい,いやすごく説得されましたやってるんですけど、はい、この1個だけとか見るとどうしてもなんかちょっと何て言うんでしょう,う何やってるんだろうな なんか、いろいろ市場調査とかしてるけど、はい、日々営業してる俺たちの方が <laughs>、ね、ってなるんですけど、んけどそんなことないですよ。いや、いこのマッピングは、まあ全員これ見た方がいいですね。そうするとうそうですね。こういうことやってるんだねっていう、まあお互いの理解というか。うん 分かりましたでちょっとこれテーマ2にいきたいんですが、はい、まあこれ全部一個一個聞いていきたいんですがやっぱり予実管理について聞きたいんですよね。うんはい、予実管理とは何ぞやというところと、はい、まあなぜ重要なのか、うん、あとはなんで日本ではちょっとうまくいかなかったりするどこに課題があるんでですすかねねそうまずあの先ほどの図に照らしてですね、はいうん、この予実管理がなぜ重要かというところをお話しすると、はい、えまずキャッシュフローの増加と枠引き下げ双方に寄与しますっていうことが重要性を示して いまして当然「予実」管理の「予定なは「予算」はい、で「実」は「実績」になるんですけどその「予算」を作るってところからまず「予実」は始まるので、うん、そこはこの一番下の「予算策定 IR」ってところに入ってますし、うんはい、その毎月の「予実」みたいなところでいうと一番上の「予実」管理っていうところに入ってきますと。うん で、加えて、もう一個、これ見落としがちなんですけど、余実って、M、M&A してきた会社も当然やんなきゃいけないので、はい、これよく PMI って言うんですけれども、うん、その PMI フェーズでもこの余実って求められるので、あなるほど実はかなり後半に寄与する、そうですね。経営企画のコア中のコア業務ですと。で、実際ですね、あの、私たちの方で、あの、経営企画の皆さんに、あの、今何の業務に時間使ってますかっていうふうにヒアリングすると、うんうん これ非常に大きい数字なんですけど。<laughs> いや、これはリアリティありますね。うーその70%。はい、聞いた人の7割の人が、単年度予算とか予実管理が、もうとにかく高数が重い。ああ、もう時間かかってるとそうです、ね。まあでもこれが重要性を示していると思っていて、はい、先ほどの図にあった、やはりあの、大きな、こう、 計画のミッションに紐づいているがゆえに、これを外すことはできない。そうですね。で、時間もかけている。うん、で、全ての部門がこの予実に引っ張られて、日々仕事をするわけです。まあ、ちょっと例え話をすると、まあ、マラソン走ってください。42.195キロ。えー、でも、あなたは目隠しして走ってくださいと。うん、でも、給水所どこにあるかわからない。あ<ー>道がどっちかわからない。 で、今、何キロ地点かもわからないって状態走らされるのと、今、あの、30キロ地点で給水所はあと2キロであるから頑張ってあっちに走ってくれって言われるのとだと、全然違うじゃか。はい、かりやすいですね。なるほど。で、企業って、基本何もしないと、目隠しマラソンになるんですよ、はい、いや、ほとんどそうだと思いますよ。今、自分はどこ走ってるんだみたいな。うん、はい。で、これを、やっぱり僕たちは、目隠しを外して、給水所どこで、今何キロ地点でっていうのを渡してあげる仕事が経営企画だっていうふうに思ってます、ね。なるほど。 で、あの、先ほど申し上げた通り、こう、経営企画の方が今一番時間を割いている、割きたいと思っている、予実分析ができないとい、あ,<ー>あの、当然ですね、こちらの書いてある経営分析っていう最も、経営の企画っていう名前なので、はい、経営の参謀の人たちに適切な情報を渡していくというような業務をやるための経営分析ができないっていうことにつながってしまうので、私たちログラスとしては、経営企画における予実分析というのはもう最重要な業務だと。うん、60%以上 もったいないですね。いや、もう本当にもったいないですね。うん、まあ、これだけ皆さん意識が高いので、そこを支えていきたいって思いは持ってますし。うん、まあ、でも、予実業も大変なんですよね、うん。その、なんでそんな大変なんですかね。などこに課題があるんですか。 三つあると思ってまして、一つ目が予算策定実績見込み収集に非常に時間がかかる。あなるほど。これはもうエクセル地獄みたいな話です。いや、すごくわかります。はい。で、これはちょっとあの、何でしょう、具体的には後で説明もしますけれども、やっぱり各子会社とか事業部ごとにエクセルを巻いて、それをこう、一個一個経画が収集して手で集計しなきゃいけない出してこない人がいたりとかそうなんですよね。リマインドしてみたいなことが起こるので、これをあの、まず業務として 非常にに大変だよねっていうポイントになります2つ目がデータ加工分析が非常に大変と、うん、でこれはあの先ほど申し上げたあのいろんな部署のいろんなデータを基幹、はい、システムから、まあ、予算であれば Excel で作って<ー>とか、はい、販売であれば販売管理から取ってきてっていう多様なデータを全部整合させて加工してっていうのは難しいので。 これは、あの、ログラスとしては、あの、担保していきたいな、というふうに思っています。そうか。しかも、計算、表計算ソフト使うと、な関数が1個壊れると、まあ、ガチャーってなっちゃうあもう本当にそうなんですよね。はい、なんで、やっぱりそういう関数が組み込まれた、編み込まれたデータを、これで加工しますってなると、も非常に難易度が高い、なるほど俗人的な業務になりますっていうの二2つ。そうですよね。うん。で、3つ目が、あの、経営の意思決定に向けてデータを出してあげる。これが、あの、情報を出すは出すんですけど、うん、加工する手前のデータが非常に複雑なので、はい このデータってどうなってるのって聞かれたら、あの、すぐに答えられない。ああ、そうですよね。ですとか、うん、あの、このデータ本当に合ってるのって聞かれても、いや、ちょっと一回帰って調べますみたいなことがずっと起こっていく。はい。まあ、こういう3つの課題があるので、なるほど。ログラスとしては、あの、この3つの課題をそれぞれ、こう、このプロダクトで解いてあげるってことを今やってるって。ああ、これはいいですね。でも言われた方も、 いや、データ昨日やっと届いたんだから仕方ないだろうってちょっと思ってると思うんですよね。<laughs> うん、そうなんですよね。<laughs> <laughs> そんな言うなよみたいな。でもそういった不幸ななんかズレというか、はい。あの、予実をめぐりいろんな課題を解決できるということなんですね。そうですね。なるほど。わかりました。ちょっとこれで3つ目の、じゃあ、どういうことをやってらっしゃるのかと聞いてみたいので、はい。これはどまずちょっと3つのポイントというか、今おっしゃった課題をこれに解決するということだと思うんですけど。はい。はい、まず1つ目ですね。はい、データ収集の課題があると先ほど申し上げたんですけれども、うん まあ、とはいえ、現場で作っている Excel 自体っていうのは、あの日々こう複雑な KPI を編み込んで作っているので、はい、それはそれでいいだろうと。うんはい、なんですけれども、それを全部署統一で集めることが大変であり、はい、それをこう送ったり引いたりっていう表計算の一番苦手な仕事。そうなんですよね。なんで、はいえ、ここログラスは Excel ですとか Google スプレッドシートとデータ連携を簡単にできる仕組みを作っていて、 各現場で作ってるバラバラのフォーマットのエクセルであっても、ワンクリックすればログラスに一瞬で統合される。でかつ、あの、会計システムとか、販売管理システムからもデータをでバシッとこう変換して取ってこれるって仕組みを持っているので、ほどストレスなくすぐに扱われるというのが1個目。いいですね。ちなみにこれなんでクジラなんですかあ、これですね。はい、結構思いを込めて作ってまして、はい、あの、クジラってそもそも、あの、こう海の中で泳いで、うん、まあ、口を開けてヒゲでこうバーッと、 プランクトンを食べて生きてるんですけれども、はい、まあそのクジラが取り込んでいく水とそのプランクトンっていうのを僕らはデータと見立てています。ああ、各部署からのデータそうです。はい、で、こう、わーっと食べていくと、最後クジラの中でまあこう栄養が取り込まれて、最後こう、噴水が上からバッと出ますよねと。はい、で、こう、虹がかかるっていう一連の流れを、私たちはアウトプットまでの流れをイメージして、なるほどあクジラのロゴに。 てててもらっままししし非常に親かりたじゃあ1でたくさんのプランクトンを食べてで2でうまく加工して分かりやすくまあ容量は多いと思うんですけどそれ分かりやすくしかも素早く柔軟にやるとはいでいろんなんか切り口ごとに見れるんですよねそうね。あのねこれが多分システム化するメリットなんですけれどもやっぱり経営で扱うデータって次元と私たち呼んでるんですけど取引先もあれば科目もあれば部署もあればあとは商品もあればいろんなこう 何でしょう切り口でデータを分析していく必要があるのでこれをやっていくためにログラスでは裏側で多次元のデータベースを持っているっていう特徴もなるほど。でそれをまあ3の経営会議で、まあ、C クラスの人たちがそれを見て重要な意思決定を正確なデータをもとにできると。るはい、そうですあ。なるほど。1、2、3と見てきてあのまあ経営管理部門が持っている課題はまあ克服できると、うんで。そうすると出てきたデータがよ,より正確で重要 どうかちゃんと分かるようになってるじゃないですか。今度は経営者がそれをもとに自信を持って判断できるようになるってことなんですかね。はい。経営会議、うん、実際に毎月10営業日ぐらいのタイミングで実施してるんですけど、その手前に経営企画の方で、まあ、いわゆるデスマーチみたいな形で、データ集めて、加工して、分析して、はい、こうレポート作って、はい、どうぞって出してるんですよね。 でこうすると何が起きるかっていうと経営会議で満足な分析がされた状態でデータが出てこないっていう課題もありますし追加で突っ込まれた時に裏のデータがきれいに成形されきってないので、うん、そこの示唆出しができないっていう課題がありますとただログラスを使っていただくとこれが大体まあ1営業日以内ぐらいに終了するのでそこから分析の作業をかけたりですとかレポートに時間を避けるので、まあ、経営のデータのデリバリー、うん 速度が非常に上がるっていうことに加えて分析基盤もきれいに整っているので経営会議のその場で突っ込まれてもそこで返せるっていうメリットが経営者にとっても非常にあってここはあのかなり共感いただけるポイントなのかな、うんまあいわゆるダッシュボードで出力することもできますしいわゆる表形式で出力することもできます、うん、よく経営者がこれをじゃあちょっと違う過去で分析してよとかサービスごとはどうなのとか時期はどうなのかってちょっとどんどん言ってくるじゃないですか。それもパッと これだと対応できるってことなんですか、ね、そうですね。ここで対応ができるので、これはぜひお見せできたといああ、わかりました。ちょっと経営者にとってこれかなり重要なツールになりますね。はい、ちょっとぜひ見せてください。はい。説明としては2つ今日させていただこうかなと思ってます。さっき3つデータの収集が大変、加工が大変、出力の分析が大変って3つあったと思うんですけど、うんはい、今日は1個目と3つ目をなるほどピンポイントでお話し,します。はい。ここにあの編成プロジェクトという機能があります。<ー>これがですね、データを収集するためのプロジェクトキックオフ画面ですね。うん で、えー、部署、組織図を選択する画面がありまして、うん、で、ここに、あの、部署がいっぱい入ってるわけですね。あ、わかりやすい。うん。今から、竹下さんから数字を入れてくれという指示を受けるということで、はい、竹下さんはここで保存ボタンを押していただいたら、プロジェクトはキックオフします。なるほど。プロジェクトを作っていただくと、全員に通知がバーッと飛んでいきます。うん、で、この飛んできた通知に対してデータを皆さんが出していくという画面になるんですけれども。これ、メール送んなくていいんですね。そうですね。うかかメールはもういらない。いや、素晴らしい。 であとは承認をかけていただければ簡単にデータの収集が完了していきます。なるほど。はい。うん、これで承認完了です。はい。で、これをやっていただいた後、経営会議ですね。はい。まデータ分析の方になりますが、はい、ありとあらゆるレポートを作れるようになってまして、はい、で、経営会議専用にですね、この名称ごとにですね、いろんな切り口の分析を作れるようになってるんですが、はい、あの、やはり経営会議でどの取引先にどれぐらいコスト割かれてるのか重要ですよね非常に重要ま、また、えー。 なのでここの分析が簡単にできて、これってチャンネル別だとどうなのって聞かれたときに、いや、ちょっとやり直しますってならずに、ここで見て、瞬時にこの裏側のデータシステムを叩いて、<ー>何が入ってるのかをここで見れるっていう、こんなですね、仕組みを整えたことによって、さっきの3つの課題を私たち、ローラスは解決して,るている。これ、経営者目線だと、こういうデータ欲しいっていって、いや、ちょっと分かんないんで、後ほどみたいなんで、議論が停滞しちゃうんですよね。おっしゃるそのの場ででやっぱり分かんんんなないいとどんどん議論は進まないので そうなんだ。も瞬時に分かると。はい。で、これがもうクラウド上で完結するっていうところに、あの、私たちの革新性があって、今、大手の企業様にも入っていってるということですね。これ、やっぱり経営企画のペインが分かってるから、こういうサービス作ったんですか、うん、いや、もう自分が毎日エクセル叩いてたんで、<laughs> もう本当に昔の自分を助ける気持ちで。はい、じゃ昔の自分がこれ持ってたら、もう楽ですね。いや、もう楽ですね。うもう本当に瞬時に買うと思いますね。<あー> <laughs> <laughs> どうですか、評判とかは。 そうですね。はい、あの、おかげさまですごく評判もよく、うん、あの、継続して使ってくれるお客様も多いので、うん、まあ今のところ本当にすごくいろんなお客様に愛してもらっているのかなっていうふうに思います。あの、経営企画の部署の方と、まあ、経営者の方、それぞれ視点があると思いますがど、ういう評判が多いですかね。そうですね。はい、経営企画の方はとにかく業務がもうすごく楽になったすこれが一番大きいですよね。<laughs> はい、あとは、あの、安心して運用できる。つまりミスが基本的にはもうなくなるので、うん この数字は合ってるって確信した状態で経営会議に臨めるっていう、そういう安心感にもつながってるのかなと思います。うん、これは経営企画。はい。で、方や経営者の方にとっては、やっぱり利益を生み出すっていうことにこう集中できる。これはログラスを使うと各事業部長にもアカウントをお配りするので、事業部長からすると、まあ、売上とあらりばっかり見てたところに、こういうコストも全部見れる仕組みが来るので、 あ、利益率意外と高めないとなっていう意識はどんどん高まっていくあ<ー>で。ある会社さんの経営者に言われたのは、もうログラスさん入れた後、あの利益率がすごく上がったので、ーボーナス出せたっていうことで。<laughs> あみんなハッピーですか、ね、いや、もうこれはすごい嬉しかったですね。もちろん、あの、その事業がいいっていことなんですけれども、その一つのインフラとして使っていただけるっていうところかなというふうに思って。 います。経営者の解像度が上がって、加えて現場のその事業責任者の方も利益意識が高まるっていう、そういう仕組みになってるのかなというふうに思います。で、ボーナスが増えるみたいな。まあまあ、究極はさうでボーナスが。ね、<laughs> りいましたはい。あとはどうですかまあ、今後これをどん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 アップデートしたりとか、はい、まあいろんな新しい施策を打っていくと思うんですけど、例えば AI とか、なんか新しいテクノロジーとか、はい、どんなこと考えてますかね、うん、私たちとしてもですね、生成 AI。 の活用はもう非常に重要なものだと捉えておりまして、うんえー、生成 AI を使った AI 分析アシスタントという新しい機能を既にお客様に提供開始しております、うんで。具体的にはですね、先ほどお見せしたレポートの画面で、えー、右クリックをして AI 機能を起動するっていうボタンを押すと、はい、勝手にこの AI 分析アシスタントが経営分析を行うという機能を実装してまして、はい、これは結構私もすごいなと思って見てます。はい で例えばあの、これはですね、分析対象の部門の階層をどれぐらいにするか、うん、これは具体的に言うと、あの本部レベルで見るか、部レベルで見るか、ーるるチームレベルで見るかというのを指定していただいて、はい、同意して利用するってボタンを押していただくと、まず AI がグラフィックを作ります、はいで。これは自動的に生成をしておりまして、過去の売上の推移とかコストの推移ですとかをこう自動的にこう作ってで、このままトレンドでいくとどうなっていくのかっていうところまで出しています。はい で、加えて、これ人間がやるのすごく難しいんですけれども、うん、どの部門とかどのエリアでこのズレが発生しているのかみたいな予熱の分析を勝手にやります。す,ねはい、すごいですね。 ログラスの裏に明細データを持っているので、はい、これを生成や勝手に分析して、この部門が一番ギャップが大きいと。これだと第二営業グループがそうですあってなると。もう一瞬でバレます。結構シビ,、ね、シビアな世界がすぐに出て、はいはい、さらにこの第二営業グループをより分析かけるとどうなのとかっていうところもできるようになってきています。はい、で、分析が分かったら自然言語で産業サマリ作ってみたいなことを言うと、<ー>これで経営に対しての報告のサマリとか、 あとは当然、経営企画が事業部の方に、今これどうなってますかって質問を投げることがあるので、もうちょっとマイルドに質問文作ってとかですね、そういうこともできるような仕組みになっておりまして、簡単にこんな形でレポートを生成して、これを経営企画が使うというような、こういう機能をですね、新しく作らせていただいたことによって、今後はですね、こういう経営分析の一部を私たちでアシスタントしていくと。 ということも目指しておりますなるほど。これは経営者がこれを読むものもあるし、事業部門がこれを読むっていうこともあるんですね。どっちもありますね。はい。はい、なるほど。いや、すごいですね。いや、未来ですね。いや、これは未来ですね。もう一気にこう、うん、去年のテクノロジーの進化からもう SF の世界が現実になってきたので、 将来的にはもうログラスと話していれば、予算の策定も終わるし、いや、そうですね。分析も終わるし、うん、あの、各事業にやってほしいことを決めていくっていうことも、まあ、究極は終わるって世界に、もしかしたらなるかもしれないなと。面白い。うん、そこまで行きたいと思って、この、 ソリューションを作っています面白いですいや深川さんこの冒頭で、はい、の経営企画の部署ってちょっと日本特有で、うん、米国は割とプロが集まってたりとかしてあるいは本社に機能があるって日米の比較から始まったんですけど、うん、まあ AI が出てきてどう思いますか経営企画の未来というか、はい、どういうふうになっていくんですかね あの、これはですね、実は日本にとって追い風だなというふうに思っていて、<ー>あの、各現場の人たちが真面目に働いて自分たちで分析をしようっていう気概がある、裏を返すと、ウウ国なので、うん、こういう生成 AI のこういう分析ソリューションとかが出てくると、各部門でもう c f o がやるような分析をやってくれている。はあ、なるほど。で、自分たちでどんどん改善していくっていう、うんまあ、ある意味脳が各部門にありますって世界になり得るなと。はい。 そうすると日本ってすごくワークすると思っているので、まあ、本当にそういう世界を作れるように我々もしたいし、そういう風になっていける国だと思っているので、まあ、こういう AI のこうネイティブ世代にこうどんどんとこういうソリューションを活用して、経営を良くしてほしい。で、日本はそうなっていくポテンシャルがあるって思っているので、 あのぜひ、その、アメリカに卑下することなくですね。なるほど。うん。計画は頑張っていけるといいのかなと。面白いですね。いや、冒頭の話だと、やっぱり、あの、本社に権限があって、景気核の機能がちょっと違うというのは、やっぱ、アメリカの方がいいんじゃないって思ったんですけど、はい、今日話を聞いてると、そうじゃないと。やっぱり、ログラスの通話があることで、うん 現場が強いっていう、まあ、これ、欧米にはない強みですよね、うん、結構現場の人って結構考えたりするじゃないですか、日本っていやそうなんですよ、それって普通ないんですよね。はい、ないですよね。なんで、これは本当にすごいことだと思いますし、はい、誰もサボらないんですよ、日本って。うん、いや、そうなんですよ、本当に。と考えてますいや、本当にそう、それはすごいことなんですけど、やっぱりデータがなきゃできないとか、はい、そういう,こう専門の知識がないとできないっていうところから、うん、知識がなくてもこれができるって世界に、たぶん近づいてくる。 ので、まあ、私たちとしてはそのサポートをしたいですし、うん、日本はそうなるポテンシャルがすごくあるなと思ってワクワクしてます。わかりました。いや、大変勉強になりました。はい。ということで、ログラス CEO の深川智也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。